こんにちは、まさ46494です。今回はパープルアプリのギガントスタジアムの今どこまで行ってるの的なやつです。はい、現在はあと2日かな、出てないか、あと2日で今おまけ報酬は7400円までなので、まあ、最低限あと2日なんで多分1万円以内くらいかなと思います、おそらくね。で、まあ、報酬は、ここまで来てます。これは最低限、1500万ポイントのプラチナのやつはゲットしていきたいかなと思ってます。はい。ってな感じですね。ランキング報酬は、まあ、ここまではちょっと厳しいかなと思います。まあ、最低限、この SR 手に入れて、まあ、もともと持ってるので、レベルアップに使おうかなと思ってます。プラスね。で、あと他のやつも、ポイント、手に入れて、あのやつ、なんだっけ、この、チャレンジの、ギガントスタジアムの、これか。すべてのマイランキングのやつやればファーストにゲットできるので、それちょっとやろうかなと思います。あと2日と12時間だね。残り1日切ったところでチケット5枚ずつだと思うので、おそらく。なので、そこで順位調整しようかなと思ってます。ファーストン、そのために貯めてあるので。まあ、だから最低限、おまけ報酬はゲットできるかなと思います。はい、ということで。こんな感じですね。途中経過。また出していく、聞きたいかなと思います。ということで、パワープルアプリのギガントスタジアムの途中経過でした。まあ、パート2ですね。はい、ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。